金子恵美は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党福島県連代表、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官、参議院議員、伊達市議会議員、小原町議会議員等を務めた、小原町長、衆議院議員を務めた、金子徳之助の次女、福島県伊達郡小原町生まれ、福島県立福島女子高等学校、 厚生大,大学文学部英文学科卒業。カリフォルニア州立大学フレズノ校大学院社会。福祉学修士課程修了。福島大学大学院教育学研究科修士。課程修了。大学院修了後、村田女子商業高等学校教諭。カリフォルニア州フレズノ軍政府社会福祉部。インターンソーシャルワーカー。アメリカ合衆国の NPO 資格障害者。 自立生活支援、センター、フレンドシップセンター勤務、福島介護福祉専門学校講師等を歴任。従来より共に生活する家族の介護経験等から、福祉問題に取り組むべく2000年に、出身地である小原町の町議会議員に、小原町発の女性候補として、立候補し初当選する。2003年の民吉合併に際し、民主党の福島育総支部長候補に、 名前が上がるも、自由党出身の石原慎一郎に総支部長の座を譲る。2004年、小原町議再選。2006年1月1日、伊達町、柳川町、小原町、両前町、月立町が合併して、伊達市が発足し、同年の伊達市議選に無所属で立候補して当選した。2007年、伊達市議を辞職し、第21回参議院議員通常選挙に、 民主党公認で福島県選挙区から出馬。自由民主党新人の森雅子に大差をつけ、トップ当選を果たした。2012年、第3次野田改造内閣で内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官に任命された。2013年の第23回参議院議員、通常選挙では、 改選議席数が2から1に変更された福島県選挙区から民主党公認で出馬したが、現職閣僚の森雅子にダブルスコアの大差で敗れた。2014年1月、伊達市長選挙への立候補が取り沙汰されたが、出馬を誇示した。同年12月の第47回衆議院議員総選挙に、かつて福島一区選出の代議士だった石原洋三郎の支援を受け、 民主党公認で福島一区から出馬。かつて旧福島一区で父、徳之助の対立候補だった自民党前職の亀をいたみに約5000秒差で敗れたが、超福立候補していた比例東北ブロックで復活し、国政に復帰した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、 民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。金子も9月30日、福島市内で開かれた福島育総支部の拡大役委員会の後、党の方針に従って、希望の党に公認を申請する考えを示したが、公認の条件である政策協定書に署名できないとして、希望の党の公認を辞退。また、 希望の党に参加しなかった枝野幸男らが決闘した立憲民主党との連携についても考えていないと否定した。連合福島の推薦に加え、福島一区で候補者を取り下げた日本共産党や社会民主党の支持も受け、福島一区から無所属で出馬。自民党前職の亀岡伊丹を約1万3000秒差で破り、再選。選挙後の10月26日。 金子を含む民進党席を残したまま衆院選に無所属で立候補し当選した衆議院議員13名で院内会派無所属の会の結成に参加した。2018年5月2日民進党希望の党の合流により決闘する国民民主党に参加せず無所属で活動する意向を表明し5月7日に民進党に離党届を提出。 離党に伴い、民進党福島県連の代表代行も辞任した。なお、選挙後から所属していた無所属の会には引き続き参加の意向を示した。2019年1月15日に無所属の会から立憲民主党会派に移籍した。2020年9月1日、福島県庁で記者会見し、 立憲民主党と国民民主党などによる合流新党への参加を正式表明した。9月15日、立憲民主党の決闘に参加。10月10日、同党福島県連の結成大会が郡山市で開かれ、金子が代表に就任した。ありがとうございます。